今僕高知にいるんですけど、高知にねアジア屈指のリゾート地あるの知ってます？リゾート地って言ったらね、沖縄とかね、奄美大島とか、あと宮崎とか思い浮かべると思うんですけど、高知にもあるんですよ。そんなの気になりますよね。ちょっと行ってみます。そのリゾート地があるところね、電車ないんですよ。途中まであるんですけど、だからこのレンタカーで行きます。アジア屈指のリゾート地にレンタカーで行くなんてアジア深いですね。しゃ、今日行くのはね、高知の中でもかなり端っこの方、土佐清水市です。四国最南端足摺岬の近くですからね、四国の果てといっても過言ではない場所です。でも果てだからこそあんまり知られてないんでしょう。ちなみにこのレンタカー運転してるのは小屋さんです。はい、高知市内から車に乗ること約2時間着きました。ここがアジア屈指のリゾート地です。ってことで到着しました。これがザ・マナビレッジ。ザ・マナビレッジ、ちょっと どういうイントネーションで言えばいいかわからないんですけども、これザ・マナビレッジですね。でね、これね、ザ・マでね、この高知のこの辺り、ハタエリアっていう、ハタ地区っていう場所になるんですけどね、この辺りで話されてるハタ弁で、ザ・マですごいみたいな意味なんですよ。でこのマナでね、ハワイ語で生命に宿る力っていう意味があるんですよね。だから高知のハタ弁とハワイ語を合わせた名前になってます。でザ・マナビレッジです。そうでね、このホテルはね、建物自体は結構昔からあるんですよ。足摺パシフィックホテル、花椿っていう名前のね、ホテルがここにずっとあったんですけども、そこのホテルを今このザマナビレッジを運営してる会社がね、買い取って、で、大幅に改装して、最新のリア充感あふれるアジア屈指のホテルとして生まれ変わりました。チキチキチキチタン。ってことで、そのザマナビレッジの中心となるホテルの入り口に入っていきます。で、さっきからドスコイ、ずっとここのリゾート地をアジア屈指のリゾート地って言ってるんですけど、実はまだ一部しか出来上がってないです。これから 4,5 年かけて広大な敷地内にいろんなエリアが誕生するんですけど、それが全部完成すると超巨大なリゾート地になります。でこのザマナビレッジを作ることによって、過疎化が進んでる土佐清水市自体の活性化につなげたい、そんな壮大なプロジェクトです。この辺りのエリアあんまり知られてないですからね、ザマナビレッジをきっかけに、この高知市から遠く離れた土佐清水市がリゾート都市として生まれ変わる可能性があるんでしょう。ワクワクしますよね。で今出来上がってるのは、この辺りのホテルのロビーエリアと、海に浮かんでるようなすごい景色のイタリアンレストラン、そして今日ドスコイと小屋さんが泊まるスイートルーム、この3つがすでに出来上がってます。あ、この売店も出来上がってますね。ザマナマーケットです。地元の土佐清水市に関連するいろんなものが売ってます。でここのザマナビレッジはね、さっきも言った通り、土佐清水市全体の活性化にねつなげていきたいっていう思いがあるのでね、この地元のいろんな食べ物ですよね、地元で採れたいろんなこのね、四万十川の青さのり入りつまみのりとかね、あと青さのりスープとか、その地元のものをたくさん、このね入り口、これ入り口なんですけどね、この入り口入ってすぐの売店でいっぱい売ってます。すごいですね。極上ソーダ節を卵かけご飯専用とか面白そうですね。これ538円、安くない？まあ、かつお節だからか。そうか、卵かけご飯にかける用の鰹節ですよね。高知県は鰹が有名ですもんね。だから鰹節も有名なのかな、まあ、とかそういうのがね山ほどあります。でね、このホテルの最大の特徴というか、少なくともドスコイが思う最大の特徴はあれです。ほら、これ誰かね、写真撮影してるでしょ。そう、あそこめっちゃ映えるんですよ。海に浮かんでるようなレストラン、あそこアズリシモっていうイタリア料理レストランなんですけどね、使われなくなったプールを改装して、あんな感じでね、あの前に動画撮ったブルガリホテルあるでしょ、あのブルガリホテル思い出すようなね、おしゃれなレストランが屋上にあるんですよ。あれも今から行きます。でさっきも言ったようにね、このホテルは結構昔からあってね、それを改装して作ったホテルなので、結構ね、ほら建物ね、昔からありそうでしょ、うん、でも中が全部すごく綺麗になってます。でこの辺りね、地理的に
まあもう高知の果てというかね、四国最南端足摺岬はすぐそこにあるんですけども、もう四国最南端の岬があるぐらい結構果ての方の地域になるのでね、もう空き家とかがいっぱいあったりとか、まあ、正直過疎化も進んでるんですよ。だからそのね、使わなくなった家空き家をねリノベーションして、でそこにおしゃれな一棟貸しのねビラにして、でリゾート感たっぷりの感じにしてね、でいろんな人に泊まってもらって、あとこの辺りはね国定自然公園になってるんですよね。だからもう自然がもうものすごいんですよ。これを生かしてさっき言った星が見れるエリアを作ったりとかね、あとマリンスポーツ、海もすぐそこにあるのでね、マリンスポーツができるエリアを作ったりとかして、この一帯をねアジア屈指の一大リゾートエリアにして、で最終的には土佐清水市、あとこの旗地域ですよね、全体の活性化ができたらなっていうことだそうです。楽しみですね。ちなみに土佐清水市の中心部はこんな感じ。一応中心部はそれなりに市街地があって、お店もなくはないんですけど、かなり過疎化が進んでるそうです。で今からウェルカムジェラートもらいます。いろいろあるんですけどね、今回はこのシマントティー、高知っぽいのはどれですかっていうと、やっぱこのシマントティーだそうでね、まあ、あとこのホワイトコーヒーもう土佐清水トップオリジナルコーヒー豆を使用しててね、土佐清水感はあるんですけども、まあ、とりあえずこのね四万十紅茶いただきます。てかね、紅茶のジェラートって珍しくない、ね、今これ入れてくれてます。はい、ウェルカムドリンクとウェルカムジェラートと、あとこれね、四万十市にある後ろ小風堂っていう、まあ老舗の和菓子屋さんの何か忘れたんですけどお店の名前だけ頑張って覚えたんですけどね、忘れました。これがねシャンパンによく合うようにできてるそうです。わー美味しそうだわー。ってことで食べます。ウェルカムジェラートってめっちゃおしゃれじゃないですか。でこれおしゃれなだけじゃなくてね、めっちゃ美味しいんですよ。紅茶のジェラートっていうのがそもそも珍しいですよね。でこれ調べてみたら、羊羹丸という羊羹の中に栗のペーストを入れた和菓子でした。シャンパンによく合います。でまずまだリニューアルする前のエリアの一つ、大浴場を許可を得て取らせてもらいました。まあ、このままでも十分絶景だしリゾート感あると思うんですけど、さらにリゾート感を高めた今風のすごい露天風呂にリニューアルするそうです。ここのザマナビレッジはアース株式会社っていうところが手掛けてるんですけど、アースさんのリニューアルのセンス半端ないんですよ。この後見せるイタリアンレストランでわかります。露天風呂じゃない方の大浴場はこんな感じ。ここはまあちょっと古さを感じますよね。これがどう変わるのか楽しみです。ちなみに今日泊まるスイートルームにリニューアル済みのめっちゃいい客室露天風呂ついてます。スイートルーム泊まるならそっち入った方がいいです。では続いてリニューアル済みのエリア見に行きましょうか。そっちはすごいですよ。ってことでこのリゾート最大の目玉、今のところ最大の目玉、イタリアンレストランアズリシモに来ました。中はねちょっとお客さんが結構いるのでちょっと映せないんですけども、そのアズリシモはねこの外がすごいんですよ。まあ今見えてるところも結構ねリア充した感じではあるんですけども、こっちこれうへー、これすごくない、これやばいでしょ。これ小屋さんいますけどね、ここはねさっきも言った通り使わなくなったプールを改装して、で真ん中に木の板をこうやって置いてね、で椅子を置いて机を置いてできたエリアなんですけどね、プールをちょっと改装するだけでこんな綺麗になるんですね。まあもちろんここはね向こうに海があってね、でこっちに崖があってね、もともと絶景なわけですよね。それとこのプールの水色が相まって、でインフィニティプールみたいな感じになってね、それがさらにこのブルガリホテル感をね際立たせてるんだと思うんですけどね、これすごいですね。だってねこれよく見てみるとね、あんまり構図うっさい方がいいかもしれないけど、ほら結構このプール昔から使ってる感があるんですよ。そうだからリノベーションしてこんな綺麗な空間作り出してるんですよ。これすごくない？日本中のね使わなくなったプールこれにしたらいいんじゃないですか。だってこれね横から見てくださいよ。これねほら建物自体昔からある感じでしょ。そうだからこの建物自体のリノベーションまだ終わってないってことですよね。昔からあるホテルの屋上のプールですよねを使ってなかったんですよね。そこにこの木の板を張ってね、で机と椅子を置いて、でレストランにするっていうこの革新的なアイデア、これ誰が考えたんでしょうね。すげえにすごいでしょ。アジア屈指のリゾート地できそうな気してきたでしょ。こんな感じの手法で敷地内に立ってる空き家をリゾート感たっぷりな感じにリノベーションしたりとかね、あとマリンスポーツができるエリアも作るんですよ。これは土佐清水リゾート都市になりますよ。アースさん半端ないわ。ちなみにレストランの中はこんな感じ。お客さんがいなくなったタイミングで撮りました。小屋さんも撮ってますね。
ふう、ウェルカムドリンク飲んでね、ちょっと酔っ払っております。でね、さっきからここのザマナリゾートね、お風呂から始まって、イタリア料理レストランって、だんだんレベルアップしてると思うんですけど、しかも、そのお風呂からイタリアン料理レストランのレベルアップ、凄まじかったと思うんですけど、そっから今、はい、お部屋の前に来ました。このお部屋のね、レベルアップ、そのお風呂からイタリアンレストランへのレベルアップより、さらに、はるかにすごいレベルアップ、すごいです。レベルアップ感すごいですよ。はい、じゃあ見せまーす。これで撮ります。はい、このザマナビレッジの本気をご覧あれ。あらー、キャー、これはやばいでしょ。レベル上がりすぎでしょ。このホテルね、50年前に足摺パシフィックホテル花椿っていう名前でオープンした50年前からの老舗のホテルなんですけども、お風呂は正直その時のまんまというか、多分50年前にオープンしてから1度か2度はリニューアルしてると思うんですけども、正直、まあ昔のままだったじゃないですか。そこからのこれですよ。このね、ザマナビレッジの特徴は、今の特徴はね、とにかくエリアごとの差がすごい。スタッフの人も言ってました。びっくりされる人がいるって言って。はい、ってことでね、ここ全部紹介します。はい、じゃあここからナレーションで。ねえ、すごいでしょ。これ撮影してる9月の時点で、このスイートルームだけ2部屋、リニューアルが完了してます。ここもちょっと前までは昔ながらの老舗旅館の一室だったんですよ。それはそれで風情はあったと思うんですけど、一気に最新のスイートルームに生まれ変わりました。これはアジア屈指のリゾート地の一室です。ちなみにこのお部屋、非日常感を高めるためにテレビと時計がないです。でももしテレビを見たい場合はこのタブレットみたいなので見れます。はい、それでは外に出てみましょう。いい感じの椅子が置いてありますね。これ椅子っていうのかなんていうのかわからないですけど、自然を眺めながらゆっくりできそうです。向こうにはさっきのイタリアンレストランも見えてますね。5年後にはマリンスポーツを楽しむ人たちもこっから見えるのかもしれません。で、向こうには客室露天風呂があるんですけど、今小屋さんが撮影中なのでキッチンの方見に行きましょうか。ベッドの後ろのところを歩いていくと、椅子があって、その先にキッチンがあります。キッチンもピカピカ。食材とか持ってきたら料理できますね。ドスコイはできないですけど。で、冷蔵庫の中には無料で飲める飲み物とかいろいろ入ってます。で、さっきのキッチンの横の扉を開けるとシャワールーム。で、そのシャワールームの向こうにはめっちゃ綺麗な客室露天風呂があります。ちなみにドスコイは客室露天風呂は初体験です。この後入ります。で、ここがだいたい一泊8万円ぐらいでしたね。そうですね。ね、8万円ぐらいから、で、2人で8万円なので、あの1人だと4万円ぐらいで泊まれます。いやー、まあ、これ完全にこれ高級ホテルですね。うん。で、さらにね、このお部屋の説明、細かい説明ね、そこにいる小屋さんのね、動画でやってますので、そっちでね、見てください。まあ、このね、ザマナビレッジはね、さっきもスタッフの方と話したんですけども、4、5年かけてマリンスポーツができるエリア、そこではね、スキューバダイビングとか、まあ、マリンスポーツって言われて、一般的に思い浮かべる、まあ、いろんなことあるじゃないですか。それができるようになる予定だそうです。あと、ファームエリアっていうのもあってね、そのファームエリアでは、名前の通りファーミングを体験できるエリアになるそうです。あとさっきも言いましたけども、このあたりはね、この土佐清水市っていう町になるんですけどね、この町は空き家がほんとめちゃくちゃ多いらしいんですよ。で、このリゾート地の、まあ、敷地内も、もう、空き家だらけ。その空き家をこの運営会社がね、買い取って、綺麗にこんな感じでね、リノベーションして、で、中長期滞在型の、まあ、宿泊施設にするそうです。いや、それも楽しみですね。で、それが全部出来上がったら、4、5年かけてね、全部出来上がったら、ここはアジア屈指のリゾート地になります。てか皆さんね、来てくださいね。このお風呂ね、ここにあの、こう扉あるでしょ、これね、ちょっとこう隠したやつの扉あるでしょ、これね、こっちにある時はもう全然何も考えなくていいんですけど、今これ開けてるじゃないですかね、開けてる時はね、あんまこっちの方行くとね、こっちの方行くと向こうのあのブルガリホテルみたいなレストランから丸見えなんですよ。だからあ、ちょっとこっちに寄ってこうやって入ってます。
はい、今から晩ご飯です。この景色の中で晩ご飯やばいですね。でも全部をここで食べれるわけじゃなくて、最初の3つぐらいをここで食べることができます。まあやっぱりここだとね、風吹いたりとかねするから、何でもかんでもこれ食べるとまああれなんでしょうね。んこれめっちゃ綺麗この景色。あらー、はい、小屋さんとね今日食べるのはね、だいたいこれまあ一応メニューなんですけども、今日のコースメニューというか来るものが書いてあるんですけども、だいたい食べ物の名前が書いてあることが、ね、多いと思うんですけどね。ここはちゃんとね、こう清水ってここはあの土佐清水市っていうね町ですよね。この地元の食材を使ったりとかね、食材にすごくこだわってるんですよ。だからその食べ物の料理名ではなくて、何を使ってるかっていうのを書くっていうね、面白いスタイルです。でとりあえずまずね、イタリアのアペリティーフォ、もう何か分かんないけど、ね、とりあえずアペリティーフォです。でその次はね、あの小屋さん笑ってますけどねあそれはバリッとないですね。はい、最初の料理が来ました。まずこれがね、イチジクがハムの上に乗ってるんですよ。これ確か生まれて初めてです。これイチジクですよね。でその横にあるのがこれイタリアのなんか郷土料理のパンって言ってましたけどね。でこれね、ブドウがありますけども、レーズンブドウ、まあ、ちょっとまあレーズンかブドウがありますけどね、これなんかね種が入っててね、そう種の食感も一緒にお楽しみくださいっていうことでした。あとこれはあチーズじゃないのか、これアイス、なんか溶け始めてますね。確かにこれ今チーズって言おうとしたんですけど、アイスかもしれません。やっぱチーズだったわ。美味しいね。イタリアしたチーズの感じがするわ。適当なこと言ってるけど。生ハムね、これね、イチジクと一緒に食べたいって食べてたから、食べるわ、それで。おー、すごいね。ほれ、すごいさ。これ、すごいです。うわ、美味しい。これ。どすこいがして生ハムと違いますよ、これ。しかも、イチジクとよく合うわ。これすごい、これ。はい、次の料理来ました。小屋さんにこのライト借りてやってます。これカンパチとカツオのカルパッチョです。おー、すごいね。もうなんか信じられない、あの見た目してるね。どうせこんなの見たことないまで。これね、カルパッチョですからね。イタリア風味。そう。食べますよ。すごいね。最初は普通にね、カルパッチョの味が降ってくるんですけどね。その後に何か食います。なんか、ニンニクじゃないな。なんかわからないけど、うわってきます。うおー、美味しい。で、この後もすごい料理がガンガン来たんですけど、詳しい食レポは小屋さんの方でお願いします。このお肉も美味しかったわ。デザートもね、めっちゃイタリアンです。チキチキチキチタ。ってことで、朝になりました。昨日はね、まあそこで晩ご飯を食べたわけですけども、晩ご飯食べたらね、この旅館の再生をしてる会社、アースっていう会社らしいんですけども、そこの会社の代表の方、社長になるのかな、会長になるのかちょっとわかんないですけどね、代表の方がね、挨拶に来てくれてね、でその人がね、すごいなんか爽やかでね、エネルギッシュでね、ああ、この人についていったら面白い仕事ができるだろうなっていうオーラに溢れた人だったんですよ。もうドスコイと真逆です。でその人がね、もうここの自然にもう惚れてるというか、ここの自然はものすごいポテンシャルがあるから、もう絶対にすごくいいリゾートができるって、確信してるので、4、5年かけて、ここのリゾートと、プラスの土佐清水市全体をね、どんどん盛り上げていきたいっていう話をね、語ってくれました。はい、ちょっと雨めっちゃ降ってきたから、ちょっと中入るわ。はい、で、今から朝ごはんです。あそこでね、また朝ごはん食べます。ここで食べるのか、横で食べるのかわかんないですけども、ドスコイはイタリアン、小屋さんは日本食を食べる予定です。はい、これが今日の朝ごはんです。小屋さんはね、この宇和島名物、あの愛媛の宇和島で有名なね、この鯛めしですよね。この卵をこっちにフィッて入れてね、ぐじゅ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 ってやって、まあ鯛めしですね。とドスコイは洋風、これねびっくりしました。ドスコイもこんな感じで来るのかなと思ったらね、こんな感じでめっちゃおしゃれ、やばいですね。ドスコイね、正直今ねそこまでお腹空いてないんですよ。昨日いっぱい食べたからちょうどいい。いやで、これがパンプキンスープかな、多分見た感じね。で、このフルーツ、わー、おしゃれね。もうほんとほら、優雅な朝って感じですよね。わー、いいね。高知の朝ごはんのイメージと全く違います。これはもう完全にリゾートの朝です。で、このね、まあ、体に良さそうな野菜ですよね。この景色、かっこよくない？なんか、イタリアでご飯食べてるみたい。
で、あと顔がね、限界までむくんでおります。もう連日食べ過ぎ、まあまあ仕方ないですね。幸せ太りです。でこれね、さっき説明しなかったけど、キッシュと、まあ、これじゃ見えないキッシュね、キッシュと、であとお肉と、あとこれカツオです。めちゃくちゃおしゃれに盛り付けされたカツオです。いいですね。おいしそうだわ。ここの料理ね、もう必ず予想を裏切ってくるんですよ、いい意味でね。食べ物見た時にね、あ、これこんな味そうだろうなって思うじゃないですか。けど絶対そこからちょっと外れた味になるんですよ。うん、それがね、もう常にサプライズされてる感じ。うん、めっちゃ美味しい。やっぱり小屋さんが宇和島名物鯛めしを作り始めました。卵を上からかけてます。あー美味しそう、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 美味しそう。さっきからドスコイがね、美味しそう、美味しそうって言いながらこれを取ったらね、一切れくれました小屋さん優しい優しい小屋さんですうーん、美味しいね、素晴らしい。ってことでチェックアウトして、せっかくなので土佐清水近郊の観光地に行ってみました。まずこれ、辰串海岸です。独特な形の岩がいっぱいあって、自然のアートって感じで綺麗でしたよ。で車で走ってると、ハタシンじゃなくてハタシンがありました。ハタ信用金庫です。この辺りハタっていうエリアですからね。で最後に足摺岬です。実はホテルにチェックインする前に行きました。昨日の映像です。時系列がねめちゃくちゃなんですけど、四国最南端です。で足摺岬のすぐそばにホテルがたくさん建っててね、びっくりしました。四国最南端、ちょっとした町なんですね。ってことでこの動画終わりです。ザマナビレッジのホームページもおしゃれなので見に行ってみてくださいね。概要欄にリンク載せときます。